ある初めて講演会があったところで200人ぐらいの方が来ていて、右手の方6、7メートルのところに、その会場200人の中で一番エラの発達している35、6の男性がいた。正面7、8メートルのところに、顎が一番尖っている、その会場で一番尖っている30歳ぐらいの人がいた。もちろん初対面で初めて会った方ですけども、こういう二人が結婚するといいんですよねって言ったんです。で、会長がまずいと笑ってね、10秒20秒笑って、落ち着いたら二人が同じ言葉を言った。私たち夫婦なんです。会長がすごいっていう声に包まれて1分ぐらい拍手が鳴り止みました。で、我慢強い夫と言いたい放題の夫婦。どうして15メーター離れてたんですか。やっぱりちゃんと意味があるんですよね。藤圭子と前川清が結婚したかっていうのは知ってますよね。知らない、知ってたんですよ。で、別れた理由っていうのがお互いに口を利かなかったからなんですよ。全然喋んないんだって二人とも、それでやっぱり会話が全然ないっていうので、やっぱり私を救うのは歌だ。それによって私は光るって言って結婚もして娘が生まれたわけですね。分かんない人いる。大丈夫ですね。はい、なんか笑顔というのがその精神論とかっていうのではなくて、実は結構重要なポイントなんですよ。で、実は笑うと免疫力がアップするんです。で、人笑い2000と言って肝細胞が2000個しかない。いいか、笑うとバカ笑いをすると2万個ぐらいしかない。で、なると5の字からハの字の方になった方がいいんですね。上品な順に言うとおお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 なるわけですけど、バカ笑いはで、バカ笑いの方がいいんですよ。2万個ぐらい死にますから、はい、で、つまらないマジャレを聞いてつまらないとか言ってるのは自分が損をするわけ。あのみかんの上にあるみかんとか言ってだから何言ってたね、ダジャレ言った時だから何言って言うとすごく困る。その後って用意してないんですよ。一応用意してない立場としては、だから何って言われてこう答えました。じゃあ他のことを言うけど、アルミ缶の上にないみかん。アルミ缶の上にないみかんで全然落ちになってないんです。実はアルミ缶の上から落ちた。昔々あるところ、おじいさんとおばあさんがいましたって話してますよね。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。あと30年ほど経つとこの枕言葉は全面的に教科書の中で書き換えられるので覚えておいてください。昔々至るところにおじいさんとおばあさんがいました。あと30年経つと実は言葉が大事になってしまう。皆さん笑ってますけど、どうしようもう石投げていてっていうのはみんな老人です。30年経った、ね、昔々あるところに至るところにおじさんとおばさんいたんですけど、まだ昔の時は、あるところにおじさんとおばさんがいた。で、おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯に、
おばあさんが川で洗濯をしていると上からドップラコドップラコと流れてきたものがドップラコドップラコって流れてくるに従ってだんだんと音が大きくなってきてドップラコ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 小さくなってトーンが低くなるってこれはドップラ効果って言うんです。だからね、ドップラコドップラってドップラコ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 二度やるのは寂しい。で、おばあさんは川に洗濯に行っていたら上から流れてきたのが実は一時違い、物ではなくて一時違いの芋だった。おばあさんは年のせいで、ちょっと10日ほど前から便秘気味だったので、この芋を食ったら、ちょっとお腹が動き出してくれるかなって言って、芋をたくさん食ってみた。そしたら、やっと腸が動き出してくれて、ものすごい勢いで、ポーッという大きなおならをすることができて、ああ、気持ちがいいというので家帰って、それでトイレ行ったらちゃんと出てくれたのでその日の夕食をものすごく気持ちよく作って普段おじさんと2人分なんだけど5人分ぐらい作って おじさん帰ってきた。おばあさんや今日は随分なんか機嫌が良さそうじゃないか。おじさん実はね今日は芋ではなくて芋が流れてきたんだよね。で芋を食べてから腸が動き出してものすごく気持ちよくて今お腹もペコペコだからすごく気持ちがいい。でおじいさんの子は何かあったの、同時で今日は芝を刈らずに草刈った。だから笑わない人が全部これ聞き終わった後で何にも全く笑わないでだから何でそれ以降の話って用意してないの一応速攻で笑ってなんかそのオチを言った時にだから何って言われるのすごく困るわけで第二番手で言ってみますか今日は笑顔がテーマだからいいよね別に何にも喋らなくてこの話だけどはしてで第二番長落語家がねたまたまね、町を通りかかったら子供がいたで、あおじさんもしかしてテレビに出てる落語家の人じゃないって聞かれてであそうだよって見てるのって言ったらよく見てるおじさんおじさんの知らない落語を言ってみようかって言うと。で、少年も子供もそんな落語を研究する時代になったのかっていうのでちょっと言ってみて。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山に芝刈って、おばあさんは洗濯に行きました。それって落語じゃなくて、おとぎ話の昔話の話をしてるんじゃないか。いいんで、ちょっと聞いててね。おばあさんは川で洗濯をしていました。一生懸命洗ってもなかなか汚れが落ちませんでした。おばあさんは洗濯を続けました。それで、おばあさんはずっと洗い続けてましたがなかなか汚れが落ちませんでした。あのね君ね落語っていうのはね落とし話とか言って落ちがないとダメだという、だから落ちないからだって落語家がやり込められた2日ほど前に、余目っていうところから、これは山形県ですね、いや余目町から、その次がどこだっけ水沢岩手県に移動するために一昨日ですね
車で主催者の方から運んでもらってました。車で、で、田んぼの一部に100羽か200羽ぐらいの白鳥がいてね、でなんか落ち穂拾いですね、落ち穂をついばんでいる。でなんか最近町おこしでこの白鳥を呼んでって言っても別にパンフレットとかしてるんですけど、白鳥を残しておくと白鳥がここにいてくれるので、で今結構白鳥が来てるんですよね。白鳥に見えないのがいるんですよ。だからちょっと白鳥に見えないやつを連れてきてちょっと尋問してみたらどうかっていう話になったわけ。お前は本当は何者だ、白鳥じゃで、白鳥した結果が、まあ、私は詐欺よって痛い
単位を言ってもいいんだけど、なるべく笑った方がいいので、聞き取ってつないからやっぱり笑った方が心に点を刺激した方がいいよっていう、はい、で実はあの日本人が死ぬ死因っていうのがベスト3、これベスト中かな例えばドギーの余地がありますよね。ベスト3というのかというかですね。で、1位が 32% で、がん。3人に1人はがんで死ぬんです、日本人が。1、2、がん。5、6、がん。何、8、がん。で、あんたもがんだろうって言ったら、白鳥だった。そこに戻っていくんですね。それで、16% が、心臓麻痺、心筋梗塞、そして3位 14% が脳梗塞、脳血で、この3つ3大疾患で実は日本人の10人のうち6人で 62% の人が死ぬんですけど、この3つがんと心筋梗塞、心臓麻痺と脳梗塞の一血と、この3つベスト3というかワンスト3というか、100人のうち62人の日本人が死ぬこの3つは病気ではない、何、生活習慣病です。病気ではありません。病気としてどこかから引き込むものではなくて、生き方の問題です。心筋梗塞、心臓麻痺と脳血、脳梗塞というのは高血圧というものから出てくるんですけど、血圧が高いから動脈がブチッと切れるわけですけれど、血圧の高いというのはイコールストレスです。ストレスイコール高血圧、高血圧イコールストレス、ストレス、そしてがんは免疫力が落ちた結果としてがんになるんですが、ということは病気を引き込んでるんではない、自分で病気を生み落としているということです。そしてこの3つはいずれも生活習慣病なので病気とは言えない。生活習慣を改めたらこんな人は永遠なくなる。で、この3つに全部にものすごく有効なものが笑うということです。わかりましたか？もう一回やってみます。日曜日だけです。隣の人の顔を差しながら結構可愛い、ね、血圧が低いんですよ。面白い。
で3番目の痛み中枢に直接ベータエンドルフィンが働きかけるっていうのは、例えば3人に1人は癌で死ぬんですけど、癌で死ぬっていうのも痛みがなければ全然気にしないでいいわけで、痛みから癌は嫌だっていう人多いんですけどね、心臓麻痺で死にたかったとかね、置いてるのが良かったとか、なかなかもう 死に至る病は自分で選択できませんけど、とりあえず癌になってもいい、痛みさえなければ良いということで考えると、にっこり笑って痛いんだけど痛いんだけどな、でもベータエンドルフィン出てくれるよな、痛いんだけどな、でも痛くないよな、でも楽しいよなって言ってニコニコ笑いながら痛い痛いって言ってると、笑ってるこの2ポイントを刺激することによってベータエンドルフィンが出るので、痛みがなくなります。ガムを宣告されて痛くない形で死にたい人はただひたすらニコニコ、なんか最近病気になったんですけど、ガンになった。ガンになった人はガンがひたすらニコニコする。ニコニコしてる患者はガンなんだっていうぐらい、人の文化を高めたいと思います。でよく私の講演会の、途中とかね、終わってから、私ガンなんですけど、って言って、ハグをしてください。ハグっていうのは専門用語で、こう、抱き合うことを話してるんですが、ハグをしてください。年間に大体10人ぐらいのペースで、私と、抱き合って、ハグをした人で、1日後に調べたら、癌細胞がなくなってたっていう人がいてるんですけど、だからといって、それで売り物をすると、会場が全部癌患者に回ってなるべく言わないようにしてるんですけども、ただハグする人は年間に1000人を超えてる、何千人といるので、そのうちがん患者何人いるか分かりませんが、治る人と治らない人とに分かれるので、ハグしたからといって治るわけではない。ただ治る人が年間10人ほどはいる。その10人の共通項っていうのを一応10年ぐらいこう見てきたら、共通しているものがあった。いや、睡眠時間取ってたんですよ。今何がついてる人ですか、ね、どっちですかね。今すぐ聞いてそうですか。ハグをした時にめちゃくちゃに泣いてしまった人というのが共通しています。めちゃくちゃ泣いた人はみんな3日後に治ってますね。どうしてだか分かりませんが、共通項ですね、これは。で、こうやって、じゃあ、反応しましょう。そこ、10秒ぐらいで抱いてますよね。10秒人ですね、この人。そうすると、抱いてるとね、こうやって、肩がもう、ずる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 から、何がおかしいんだよ。泣いてたんですね、実は。笑ってるんじゃなくて。はい。でも、その、がんの人を、こうやって抱き、覚悟してっていうのを、遠くから見ると、どっちが勝っちゃうの誰が見ても、どう思ってるみんな丈夫さなんだ。私は気をつけたらそうです。今にも倒れそうなんですよ。この前もたまたま会場に3分前ぐらいに着いて、で16茶っていうのを入れてもらって、グリーッといっぱい飲んで、2杯目入れて、こう3分ぐらい飲んだところで、では生活はどうぞって言われてしまったので、はい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 、これまだ紙コップにお茶が入ってる状態なので、これ置いとくと他の人が間違って飲むかもしれないし、悪いなと思って紙コップ持って後ろから歩いてきたんですよ。健尿の感じです。ポップ持ったルクの受験にも感じた。今度私は天理的な機会を引っ張って、4年経りながら講演するのは面白いだろうな。聞いてる人はものすごく安心しますよ、ね、自分たちは結構で
らし食べるときはね、福神漬けなんか食べない。食べるのは必ずラッキーよ。冬の旅館に行って露天風呂行くときに羽織るものが必要だ。ドテラやタンゼン、違う違う、羽織るのはやっぱりハッピーよ。子供の頃の話をするときに、私は小学校の頃おじいちゃんにいつでもそういう送り迎えしてもらって、乗り物で送り迎えしてもらったので、誘拐もされなかったし、あとは貸しにも合わなかったし、とっても安心な学校生活だった。あ、幸運期ね。もう嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる、ラッキーよ、ハッピーよ、幸運だ、こういうことを言い続けて、さらににっこり笑ってると、ベータエンドレインが出る。だから三大疾患の全部がクリアできる。笑っている人の勝ちです。昔の人が偉大なことを言いました。バカは風邪ひく。本当なんです。本当なんです。毎日毎日嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてるって思ってると風邪ひかないんです。はい、では行きますよ。嬉しい、楽しいから7つ行きますよ。7つの言葉を七福神ならの祝福神と名付けたんですけど、はい、1つ目行きますよ。はい、せーの。